戻そう。これにゃん。周り見て行動しようね、フレンド。一回うまどうやって作るの、目玉焼き。私さ、好きな作り方ってさ、目玉焼きのまあこうあるじゃん、フライパンが、フライパン、フライパンあるじゃん。で、まあ油敷いて、で卵パって割るじゃん、ジュワーなるやんか。でその後にちょっとだけ水をジャッて入れるの。ジャッて入れて蓋する。ジャッて入れてシャーって塩入れて蓋するとめっちゃ綺麗にできるっていう、知ってる？そう、その時にね、なんか結構ね、私塩入れすぎてしょっぱくなるんだけど。それみんなやってる。嘘でしょ。え、これ普通の作り方なの？嘘つけ。いや嘘だよ。私だって、だってこれ母上にうまく作れるやり方って聞いたもん。みんなが嘘ついてる。母上嘘ついてない。私母上から聞いたもん、これでやるとうまくいくんだよって。普通じゃないよ、普通じゃない。嘘だ、普通じゃないよ。え、ほんとに。そう、レシピ検索したら大体出てくる。ふん、いいよ、もうみんなには作ってあげないから。目玉焼きいいよ、みんなには作ってあげないからね。そんなこと言うんだったら作ってあげない。作ってあげようと思ったけど許してよいいよ、どうせ私がすごい心を込めて作ったところで全部上からマヨネーズブイヤーってかけるんでしょ。ジュルルルルルってマヨネーズ全部かけるんでしょ。いいよ、どうせ味なんか見ないんでしょめんどくせえめんどくさくないわ。カレンって女子力ないの？うん、女子力しかないよ。うん、体からはいい匂いがするし、髪はサラサラだし、お肌はスベスベだし、口は回るし、スタイルはいいし、服も着てるし、女子力しかないんだけど、ちょっと唯一料理だけちょっと、まあ、あんまりやったことがないかなみたいな、うん、かな。うん、頭は回らないし言ってないわ。頭は回らないしは言ってないわやめろ。彼氏もいないし、うるせえうるせえ。いないのってあれなの、やっぱ女子力、いるのが女子力にカウントされるんだったら別にいいですけどね。私そんな、なんかそのいることがなんか女子力としてマウントを取られるような世界なのであれば、私は全然コーバスに帰りますけどね全然コーバス帰りますけど私。うん、そんな世の中先生怒んないで聞いてる私が切れ始めると大体お聞いてる聞いてるって言ってニコニコするコメントいんのめっちゃおもろい優越を感じてるやつが数人いる、いつも。ゴロンだ、捕まえよう。腕4本ある、かわいい。どっちに痛覚あるんだろうな。腕、こっちの前の手は何、痛覚あるの？痛覚から気にするのやばくない？痛覚じゃない、なんて言ったらいいんだ、その 動くかどうかを聞きたかっただけ。ちょっと別に痛いかどうかはいいよ。え、マジで捕まんないんだけど。ねえ、何こいつ。おお、つい、ねえ、あ、もういい、お前のことは捕まえん、いい、いらない、もう捕まえない、もう知らない、もうすねた、あ、いい、もういい、いい、もういい、いい、もういい、もう出てこなくていいです。怒りました、もう、もう大丈夫です。もう捕まえてほしいって言っても捕まえません、もう知りません、もう怒ってます、先生怒ってます、今職員室に帰りますおい誰か呼びに行けよ教室の空気気まずくなるやつだ
え、本当に帰ってこないじゃん、なるやつ。その位置は角じゃね。あ、そうか、ここかじゃん。頭がでかいんか、私もしかしてここか、こうか。どう、これこれか、ここかも。ここかも。見てられないよその耳。なんでだよ、可愛いだろ。見てられないっていうのやめろ、人の猫耳を。可愛いだろうが。なんでハロウィンで猫耳可愛いでしょって言って見てらんないよって言わなきゃいけないんだよ。可愛いだろうが。よいしょ、それいる。じゃあいいよ、知らない、知らないからね。ここいうとこじゃ今来た、耳つけないの、なんか見てられないらしい、私が耳つけると。今来たんだけど、右にある耳何、これは私が最初ノリノリでつけていた猫耳を見ていられないと言われ外した状態です。ここに置いてあります、呪縛です、これは。猫耳のなんか触れてごめん。試しにもう一回つけて。プレンってぶりっ子になろうとしてもなれないタイプ。いや、もう普段からぶりっ子だけどね、私は。え、みんなの中で私ってぶりっ子じゃないんだ、意外。こんなぶりっ子なのに、ふぃー、猫になっちゃった。え、かわいい、グロ。まあ、ほら、かわいい。レビュー星1。語尾ににゃんつけてください。フレイはめちゃくちゃ可愛いにゃん。星1、きつい。ひどいにゃん。やめなよ。やれって言ったやろ。やれって言ったのそっちやろ。向いてないですね。声可愛い子って語尾ににゃんつけただけで世界一可愛いからいいよね。次に来たい、星に。あ、期待してくれてるわ。フレー、エいいよな。褒めることないから、とりあえずエム褒めるやつやめて。フレンがいっちゃん可愛いけどね、知ってる。ありがとう。保健室ちゃんと探索して、え、ちゃんと探索したけどな。まだ足りてなかった、カニじゃない。カニじゃねえよ。ああ、そういう言い方されると悲しくなっちゃうな。カニじゃないよって言ってくんないと。ああちゃんと見ろやとか言われると、ああってなっちゃうな。ああ何かあったよとか言ってくれたらな、私もあ、そうなんだ、ごめんねってなるんだけどな。幼稚園児に言うみたいな言い方してくれないと。ちょっとカニじゃないよ、ありがとう。なんかあったよ、わかった、調べるね。へえ。ふーん。私より先に結婚したんだ。ふーん。なんかみんなさ、私のこといつもさ、なんか彼氏できないだのなんだのバカにして、そうやって先に結婚していくんだ。ふーん。虫。これが怒り顔です。かわいい、かわいい。なんか宝箱あるやん。うん、これ騙し？いや、ガチ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 めの。信頼失ったよ。違う違う。
ん。怖い怖い。行く、開けて開けて開けて。やばいやばいやばい。閉めて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 。閉めて閉めて閉めて。今ちゃん、今までありが